はい、えー、皆さんこんにちは「法律の仕組み目次でわかる第2回目」今日は労働安全衛生法へいきましょう。はい、で労働安全衛生法、えー、と卓越では3点点点点点数が出出ててききまますす満のだからまあ比重としてはあまり大きくありませんけどね、まあ、どんな仕組みなのかまず最初に概略、えー、労働者がいて会社がある第1回目の授業では労働基準法を説明いたしました。 で元々労働基準法の中にあったんです,中であった,んですただ今現在分離独立して労働安全衛生法法という法律を作りましたで目的はですね目的の条文があるんですけどもその2つを,2つを目的、えー、と健康ですね一つはそれからもう一つは安全この安全と健康この労働者をどうやって保護するのかそれで作った条文です。はい、ではですね目次を使いながら、えー、勉強していきましょう。 全体を見てみましょうまず参りま,す、はい、で,まずですね「総則は、まあ、どの科目にも目的何のためにこの法律を作ったのかという目的が書いてあります」それから用語あたりも出てきますで防止計画、まあ、ほとんど試験にあまり関係ないんですけどね、えー、労働災害のどういう防止計画を作って誰が責任を持ってこう変更していくのかとかね、まあ、行政国なんですけどねそういうところが作っていきますよと、まあ、スローガンですね。 ですよでも全部条文の番号通りにこうなってるでしょ。そして労働の安全衛生管理体制これはね試験に1問出る可能性が高いところなんですね。はい、でこれは2つあります大きく言いますとここに「一般と請負い」という言葉を使っておりますけども一般はイメージは工場ですね。まあ、一般の会社も入ってきますけども工場をこうイメージされると勉強しやすいですね。 それから請負いといいますとです、ねえーまあえー、大きなマンション工事みたいなのをちょっとこう考えるとすすすごくここれも学びやすいですねでこの一般安全管理体制に関しては、えー、皆さんのところにも衛生管理者の方いらっしゃるかもかもわりませんねで工業的な業種非工業的というふうに2つに分けるんだけども安全管理者というところがちょっと機械とか扱っている会社さんにはあるといらっしゃいます。 一般の会社さんには、えー、金融官とかは衛生管理者の方もいらっしゃると思います。これは企業のその大きさだとかそれによって、えー、異なっております。で、産業医さんなんとも、えー、お医者さんの専門家もいます。はい。それって作業主任者なんか専門家もいます。こうやってですね、まあ工場とか一般企業もそうですけども、守っていこうというのが十条、十一条、十二条。この十二条の補完が十二条の二ってやつですね。こういう体制を作っております。 でこういうの方々はたまには集まってみんなで話し合いと、えー、安全委員会衛生委員会という中において17条18条それぞれ別々ですけども任意規定で一緒にすることもできますだから17条18条が来て次いって19条という番号につながっていってるんですね。だから一方ですねこのマンションの大型のマンションあたりこう作られるときにはいろんな方々が混在します。例えばガス屋さんが来て それからそうです、ね、溶接を隣でやったらどうなるんでしょうねすごいことになっちゃいますよねガスの工場をやりながら横で火を使うなんてとんでもないことですよねそういうふうにならないようにここはねこの安全衛生責任者という人たちを下請けさんから出してもらうんですよでこの安全衛生責任者を出してこの安全衛生責任者をまとめる人たちが登場するんですね一般的に言うとその現場の監督さんみたいな人ですね そしてこの方のサポーターといいますかこれ15条の2って言ってるからサポーターみたいなもんで専門知識を持った方が本社とか会社から送られてくるわけですねそうやって現そのほかに第4章ここはあまり可能性が高いところじゃないんですけども「危険防止」「健康」「作業所」さまざまな細かい規定が載っております。 これがが事業者がこれは労働者を守りなさいよという条文で21条等からずっと入ってくるわけですね一方現場の監督現場いわゆる元方だとか言うんですけど建設だとかこれはちょっと特殊な形態で労働者を守りましょうという考えがあります。そして第5章これは機械を取り扱ったりセル打ちのます。というったりありです。ねこれに対しても勉強します。 すごいでしょ社ロスってこういう勉強もするんですけどね試験にあの私たちは許認可の誰がやるのかだけをしっかり押さえていくんでそう、まあ、あの難しくはありません。はい、でこれが製造の許可どんな大きな機械を作って危ない機械に関しては許可を受けてください許可を受けたら検査をしてください検査証を交付しますよ全部条文の番号通りになってますよね。非常にこの番号通り勉強していくと理解は進むんですよ じゃあこういうい特定機械という大型機械じゃない、まあ、その特定機械に準ずるようなものに関してはどうするんですかといったらこの42条43条あたりで上とはちょっと違う仕組みで保護しましょうと労働者は保護していきますよ一方、えー、薬品あたりもこんなものを使っちゃ作っちゃいけませんよでも、えー、もし作っ,ても使っあの作っても構わないんだけどこのいう薬品は許可を受けてくださいよ。 危ないですよって表示をしてくださいねと々で労働省を全て保護しているわけです、はい、作業に従事するそして第6章のところではその安全のためにこの57条等を受けてですよ受けの上の条文が57条とかずっと来てますねそれを受けて教育をしましょう特別な教育をしましょうって教育関係が入っているわけです。それからこんなな方々はちちょょっっとと仕事ちょっと配慮しなさいと 配慮だとかやっちゃいけませんよ例えば中毒にその病気の薬品の中毒にかかっているようにるのに、ね、作業させると本当に重たい病気になってしまいますからそういういのはダメですすよ等々が出てきますそれから作業環境測定等が出てきてでこちらは皆さん非常にあの見たことがあると思うねで皆さんもやってらっしゃるから一般健康診断ってやつね一般健康診断のほかに特殊な健康診断等がございまして最近だと非常に話題になっているのが この心理的な負担の程度あたりですねこれも大きな意味で全部健康診断なんですずっと健康診断が載っておりますねそして法律ですから監督は誰がやるんですかというところになってきてその雑則罰則とこういう形になっているわけですねそれをこれもまとめちゃいますと労働安全性法は老基から分離してきてるんだけどもこの労働者を守るために仕組みを作るその仕組みも大きく 普通の事業所みたいなところとあとは現場この2つを守っていくそして薬品だとか機械だとかそういうことを製造だとかされる労働者に対しても守るそしてみんなで話し合って仕組みを作りながらそして健康管理をするために健康診断との様さまざまなものでやっていく。で最後が罰則と まあ、こんな形になっております。はい、まあ、非常に、あの、まあ、あの、こうやってざっくりとまず全体像をつかんだ方が、この科目は入りやすいです。一個一個入っていくとですね、非常に、こう,う、なんか聞いたことないや、薬品がいっぱい出てきますから。でも、大丈夫ですよ。安心してください。私だったら、がっちりと、お話をいたしますので。はい、じゃ、あ連絡先をお伝えしておきます。はい。この電話番号をね、お控えしておいていただけばと。はい。 渋谷のくれば、私、渋谷。その答えは、渋谷にある、で、これで終わります。はい。では、お疲れ様でした。